OM システムゼミ、写真を楽しむ講座をご覧いただきありがとうございます。進行の高山です。えー、今回は写真家の萩原史郎先生をお招きし、えー、OM システムで広がる風景写真の世界をテーマにお話いただきます。えー、それでは早速ご紹介します。写真家の萩原史郎先生です。先生どうぞよろしくお願いいたします。はい、こちらこそあ。ありがとうございます。ありがとうございます、はいえと。皆さんこんにちは。萩原です。よろしくお願いいたします。 で今回はですね、あの今ご紹介ありました O.M. システムで広がる風景写真の世界ということで、いいタイトル、えー、え、ありお話ししていきたいと思いますので、はい、早速え時間がね、あの迫っているので早めに進みたいなと、はい、いろいろお話ししたいなと思います。はいはい、はい、ではお願いいたします。はいはい、お願いします。<laughs> えっとね、まず最初にちょっとこれ高山さんにね、<あ>読んでいただきたいかなと思ってて、では静かながら失礼して、O.M. システムを使うと見えてくる風景が違ってきます。 撮れる風景が違ってきます。どうしてそうなるのか不思議に思われるかもしれませんが、そこには理由があります。たくさんの写真を見ながらその理由を紐解いていきますので、一緒に OM システムの風景世界を楽しんでみませんか素晴らしい。なんか気持ち込めちゃいました。<laughs> <laughs> ということで、ね、あのこれから写真を見ていただきながら、えー、なぜ、ね、そういうふうになっていくのかというお話をしていきたいとはいあううます。はい、りがとういう、はいえー、っとで、ねま、冒頭に少しだけお話をさせていただこうと思うんですが、えーとね、その持っているカメラが撮り方のスタイルとか、うん、その型とか、ね、そういうものをこう導いてくれるということが、うん、自分自身の体験であるんですよ。 うね、どういうことかっていうとねやっぱり OM システムっていうのは手持ち撮影をこうなんていうんだろう強力にこうサポートしてくれるじゃないですか。確的にね,ね,ね本当にそれがあの最初のこれ初号機、うんえー、OMDEM5 を使わせてもらってからずっとなんていうんだろうなそ,のそれまではフィルム時代っていうのはねどうしたってこう三脚が。 必必要だったたんでですねね、うん、風景写真須しところが EM5 を使うようになってからその手持ち撮影がなんていうんだろうな簡単だし、うん、本当にぶれないし手持ち撮影をするようになってからなんか自分はこっちの方が撮りやすいなと思うようになって、うん、それで実は EM5 というカメラが私自身の今の撮影スタイル手持ちの撮影スタイルっていうのをちょっとかっこよく言えば開眼させてくれたっていうかね。えー なんかね、本当にね、そんな感じなんですよ。嬉しい。それ以降、もうずっと、もう手持ちが中心でやってるんですね。やっぱり手持ち撮影って、もう撮影の自由だな。今春だから、何回。ね、本当にね、あの自由自在なんですよ。自分の撮れるポジションっていうのが。うん、あ、これがね、あのやっぱり。小型軽量で機動性の高いカメラを使う時の。は、ていうんだな、一番の推しのポイントっていうかね。 えー、せっかくその例えば OEM システムを使っているのに三脚使っちゃうとちょっともったいないかなと思ったりはするんですよ。うんうん、なんでかっていうとやっぱりもうアングルが自由自在なので,でこのねこの次の言葉結構聞き聞きますよ。<ー>もう無理って思ってたものが無理じゃなくなるの。最高ですね。うん、超わかりやすい。でねじゃあまず最初に何が無理だったかというとあ<ー>まあこれね。 つららの向こうに太陽があってっていう風景じゃないですか。でこれ私が撮ってる現場写真を見てもらうとよくかると思うんですけどすごいこんな感じ。これすごい雪に埋もれてででかい体を小さく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 コンパクトにして狭い隙間に入り込んで撮ってるわけです。なねそうののの実際にはこらい このぐらいかなこのぐらいの長さしかない面なんだけど私もっとでかいなと思った、うん、超広角レンズを使うとこれだけねなんかこうぐっとこう迫力のある、えー、ものになってくるわけですすごいかっこいいな、うん、でもねいいそれはやっぱりそこに入り込むことができたから、うん、こういうアングルが取れたしこういう絵になったんですよねまさしく入り込むんですよね、うん、ここでこう三脚つけてると多分、うん 途中でこう三脚が面にぶつかって落ちちゃうとか<ー>、落ちちゃうとかね,ね、そう思いがね、うん。だからあのー、手持ち撮影ならではの絵かなとちょっと自分では思っています。本当そう、うん。はい。で、まあ、こういう写真もあります。うすでこれ、まあ、なんかフォーラナーの中から見たように見えるじゃないですか。うん、え洞窟みたいに見える。そうそう。でこれ何かというとね、あの実はここに大きな岩があるんですよ。うん、大きな岩にこのまあ木がこう なんていうんですかね。まあすごい。育ってるというかね。でこれ象の鼻みたいになってでこれ象の鼻って勝手に呼んでるんだけど実はこのホラーなってここの奥にあるんですよ。え入れる？入れる。ここのところ奥入っていくとすごい狭いホラーナが開いててその中に入って見上げて取ってるんですね。いやこれはすごい。これもあのこれは無理ださんじゃ結構難しい。うんあの。 少しね岩を登らなきゃいけないし、うん、登った先のゴラーナ自体が狭いし、三脚立,立てられなくはないんだけど、うん、手持ちでこう自分自分がこう動いて撮ってるのがね、ねうん、上を見上げるようにね、うん、もう圧倒的にあのアングルの自由度があるので、<ー>そんな写真ですねこれは、うんそんな風にあの撮った写真です。うん、でそれからこれ、<ー>えっとこの下の方にちょっと見えてると思うんだけど、うん、これ本当にねもう 地面にこのくらいの高さちち高ささなんです、うんうん、そういう植物が、えー、そうですね志賀高原だったら6月くらいかなあちこちの森の中にこういうの出てくるんだけどとても被写体的には面白い被写体なんで、うん、なん幽霊みたいに見えるでしょ。うんうん、不思議なんかこう,ふう,ふう,ふうってしてし、うん、でもそれ普通に撮ってると絶対撮れないんですよ。<ー>でこれはもう地面にカメラを置くようにしてだからもうちょっとこれで言うと。 まあここが地面だとするともう地面にこうなるようにして撮ってるんですね。うん、で背面の液晶をまあこう回してこんなふうにしてねこんなふうにして撮ってるわけです。そうしない限りはまあこういうアングルがもう作れないというかねこんな絵ができない。で,、ね、で上のこうちょっとここ気づいてもらうとこの1本の木にこう何て言うんだろうな。あのー 鶴がぐるぐるっと巻いてるのが見えますロープみたいになってますねそうそうそうこの鶴がこう入ってこうくるくるっと巻いてるんですよそういうところも合わせて見せたいと思ったのですごいですね、うん、となるとかなりねアングルってもうなんていうの 針の穴を通す一点しかない。あ、うまいことおっしゃいますね。<laughs> <ー>そう、そうなんですね、えー。だから、あの、これはもうまさに、その、なんていうんだろうな。えー、っと、小型軽量であり、うん、なおかつ、その背面の液晶が自由自在に動いてくれる。うん、そういうものだからこそ、取れた一枚、うん、と言っているのるいのかなと思います。で、この時も、私自身はもう、土の上にベタっと寝転るんです。るはい。はあ。大きいね。 これはね浦磐梯にある秋元湖っていうところで撮ってるんだけど、えー、まだ早朝ですねあの、えー、強い光が入ってくる前うっすらとこう向こうの方にこう太陽の光が入るあ、ねね、なんとなく広っぽくなってる、うん、っていう風景を、うん、えっと目の高さから普通に撮ってたんです最初。うんうん それ自体も良かったんだけどふっと気づいたら足元になんか実際これもこのくらいのサイズこんなサイズ感のこんなサイズ感の植物がねそ水の上にこうなんていうか立ってる状態というかねそれを見つけたのであのまあそのそばまで行ってこう手をやってみますけどもうこうやってんこれはもう私がもうあのしゃがみ込んでると思ってください。ししゃがみ込んだ状態でこう手をぐっと伸ばして を撮影してるんですよだからこれもあのこの OM システムならではの絵かなと思います映、ね、り込みがまたねグッと迫ってくるような、うん、う手前の映り込みも綺麗でしょこれ連写設定をして撮ってるんですねあ,あそうなんですね、うん、波がもうこうやって絶えずこう打ち寄ってくるのであの連写しないとなかなかいい映り込みの瞬間撮りにくいのでああ連写使うんですね、うん、ここでは連写してますね まあそのことでいい映り込み、ね、ですね。完璧なこう波のね寄せ方と、うん、言えるかもしれないですね。<ー>えっとじゃあ次ですね。で今度はねとりあえず撮っておこうって、うん、ことはできるんですよ。そうですか。まあ、とりあえず撮っとけとあの我々、ね、やっぱりうんあのロケ班とかするときに、うん、あのまあ何気なくこうまさにこれですよこれだけ持ってあの。 ロケハンに行くわけですよ。今日どんな具合かなと思って、その時にサクサクと撮ったものが作品になってくれることが結構あって、逆にね、気持ちが楽な撮り方ね。だからね、あの撮り逃しがないと言っていいのかな。うか。うん、何でも自分でこう撮ってしまおうと思えるので、思わぬ写真が撮れるし、あのあの時撮った方がよかったなっていうことがないんですよ。うん、すごい。すげえな。うん、本当すごい。で、この写真は。 この写真はね、私、志賀高原で写真教室やってるんですけどそこの宿から出たときにこれ、秋なんですけどね、秋なんですけど、まだ早く雪が降って屋根から雪がどーんと落ちてその落ちた雪の上に葉っぱが並べてないですよ、このままの状態であったんですよ。 写真教室でみんなで撮影に出かけようとしてる時だったので時間がないんだけどでもとりあえず撮っとけなんですよまさにこれはあ撮っとあこれ面白いと思って撮っといてでみんなで出かけたんですねでとりあえず撮っとけがまあなんかちょっとこうちょっといい感じじゃないですかすごくいい感じこのちりばめられてるこの周りのね細いそう葉っぱもそうね松がね葉っぱも見ついてそうそうそう で周辺にねの4枚の葉っぱがこうなんか思い思いの形と色をしていて、えー、なんか話し合ってるみたいでかわいい、うん、なんかとってもねいい雰囲気だったので撮<い>っ,っていてかったなと思ったんですよこれはいい、うん、だからねこういうことができるねそっかパッてね、うん、これねなんて言うんだろうなそういう時間のない時に三脚立てて、ね、ザックからカメラ出してこうやってって、うん、できないじゃないですかできないもうだって出発する時なんだからかね あの本当にサクサク撮れるっていうことはとっても大事だない、ね、いやこれ,撮れたら嬉しいもんな、うん。でね今度はこれこれ秋元湖の写真なんですけどれこれね急に光が入ってきてすごいですよねものすごいリアル感があるじゃないですか、うん、奥行きもあるしでこれねどういうことかというとさっきちょっと見てもらったこの写真あるでしょうん、はい、これを撮ってる時にまだこの時、うん、あのこの。 えっと、その縦位置の写真には光が入ってこないんだけど、うんうん、っ撮ってる時に、はい、急に光がポーンと入ってきたのが分かった<ー>それで慌ててこう立ち上がって、うん、えっとちょっと、まあ、方向で言うと左なんだけど、うん、左の方を向いてちゃっちゃっと撮ったらもう光がスーッとなくなるでまたそうそうそう本当にねもうわずかな時間の間で撮れて<ー>そしてまたあのこの縦位置の、ね、写真の撮影に戻るってことをやってたんですよ。うん、だからこれをあのやっぱりこう まあ三脚にしっかり添えて撮るっていうのは一つの方法で大事なことなんだけれど、うん、だけど手持ちでやってることによってこの一瞬の風景にこうなんていうの対応できるすごい大事なことかなと、うん、だからまあこれとりあえず撮っておこうという言い方はこの場合正しくないかもしれないけどその瞬間をね逃さず撮れるっていう大事なことかなと思います。いいいいや嬉嬉嬉しししこれ撮れたら嬉しいもんね、うんうん、嬉しいですよ、ね で次ですね。うわまた綺麗な。これも去年のね秋に撮影したウラバンダイでの写真なんですけど、うん、あのこれ何が撮れて撮ったかって分かんないじゃないですか。うん、これね本当は今あの写真の奥にこの辺に見えている、えー、ともっとその池の淵に行って、うん、青空をその手前側の水面の映り込みにして撮ろうと思って行こうとしている場所なんですね。うん、でところが歩いている時に。 ちょうどいい感じじゃんと思ってとりあえず撮っといたんですよ。これこそまさしくとりあえず撮っとこうと思って撮っといたいです。でその先に行って今度はじっくりいろんなもの撮ってたんだけど結果この写真がなんか一番良かった。ああ、りますよね。なんだねさっきもちょっとね高山さんがちょっとちらっと言ってたけど気負わずに撮るっていうか。 そういうことができるときにこそ、なんか自然な絵が作れるというかね。なんか素直に感動しているというかね。あ、いいなって思った瞬間ですもんね。あの。スマホで撮った人たちが一番いいとかっていう話ある。あるあるある。あれって結構ね、こう気負わずに撮ってるから。そうなんですよ。素直にね、あの自分の画角に入って。すっと撮ってるから、いい写真が撮れることがある。と同じで。これもそうだったのかなと思う。んですあ、きっとそうなんですね。リラックスしてる感じがしますもんなんか優しい感じがします。なんかね、素直に撮ってるので、なんか現場の。 雰囲気がね伝わってくる、る風とか匂いとかね。そうですよね。そんな感じなんです。あ<ー>はい、あ、れいこれ <laughs> あの。 現場で、まあ、これたくさんの人と撮ってたんですけど「はい、あのウユニ塩湖みたいだね」みたいなのって言ってたんだけど、うんれえー、これはちょっとあの私がちょっと指導しているあの写真クラブの皆さんと一緒に裏番台の桧原湖っていうところに行ってね<ー>撮影したものなんですがだから、えっとね、20人くらいいたんですよ、ね、だから、うん、あの岸にもみんながこう横になってこう並んでるんですね大きいからねから大きいところに、うんあのまあ、それぞれのとこへ行ってあのお話聞いたり指導したりってことをしながらこう岩の上を歩きながらさ動いてて その時は三脚持ってると危ないのでもう当然 o m 1と1200だけですよ。でそれだけを持って岩の上を歩いて「あいい瞬間」ってパシッと取ってまたそのお話をして「あこうした方がいいんじゃない」たてまた横行って「あまたいい感じ」って取ってっていうことでやってみんなと一緒に取ってるんだけどこれは私自身があちこち利用しながら。 撮ってるにいいなですよね、うん、あこの瞬間いいなと思った時に<ー>やっぱスッと撮れるあのこれもねとりあえず撮っとこうじゃないかもしれないけど、うん、だけれどあのそういう瞬間瞬間を逃さずに撮れるっていうのはね、うん、まあこれもとっても大事かな事ていう感じも秋の あの裏磐梯なんですけど、これのね、何が取り合えずとっておこうなのか、ちょっと説明しないとわからないんだけど。えっとね、これ、足場がすごく悪いんです。あ,<ー>あの斜めにこう落ち込んでるところで。で湖そうですよね。そうなんですよ。うん、で、みんなさんとは、ちょっとね、あの平たい、えっ、ー、と、こう広がってるところでと、うん、ってたんだけど。けね、ちょっとね、視線を変えてみたら、すごく綺麗な紅葉がこう、うん。すごい綺麗に、こ,れこう、いろいろ豊にね。うん なんかこうえなんか色をこっちの方にこう何誇ってるんですよ鳥に来いよみたいないいですね好みたいなだけどだけど足元がこう危ないからどうかなと思ってたんですよ皆さんを案内するに危なすぎるなと思ったんでちょっとそこはやめてこうとあのなんか事故起きると怖いなと思ったのでだけど。 自分一人ならいけそうだなと思ってゆっくりゆっくり危なくないようにね一歩一歩踏みしめてその真下に行ってそしてこう見上げて、うんえー、74のレンズを使って撮影してるんですね,ああねだからあのそういう何て言うんでしょうねあの、まあ、多少足元の悪いところでも、うんまあ、OM システム持ってるんであればその首から下げてね。フ、うん、<の>フッットトワワーークク軽軽くくそこに行く ことができるかなり斜面なので三脚こうね立てることもちょっと難しいしかもこれアングルとしては結構背伸びしたとってるんですよ。やっぱりそうなんですだってすごいもんこの下のこの赤い部分とそれから水面のこの水平のラインをできるだけ近づけようとするとうッと伸び上がるようにしなきゃいけなくて三脚を使ってもねなかなか層はうまく取れないのかなと思ったアングルです。 これも手持ちで撮ってるんです。いやグラデーションが美しいな。綺麗ですね。わ可愛い可愛い。可愛い。うわ歩いてみたい。可愛い。あのこれもあのさっき言った滋賀工芸の写真教室でちょっとねみんなであのちょっとトイレ休憩してる場所があってで私だけトイレ必要なかったんですその時にたまたまね待ってたんですね。あの待ってる間に何かないかなと思ってブラブラって歩いて行ったんですよ。 そしたらばなんかこんなの見つけたんでこれいいもの見つけたなと思って向こうにピント合わせたりハート型の葉っぱにピント合わせてみたりこっちの木だけにピント合わせてみたりパンフォーカスしたりっていろんなことしたんだけどそんなこともね手持ちでサクサクっとやりながらちょっとした持ち時間にもね簡単に取れますね。いれ でこれとりあえず撮っておこうの中にライブ ND が結構あると思うんですよ。そうですて今まで ND フィルターを使う撮影って、まあ、とりあえずじゃなかったんだよ。ちゃんとカメラ三脚に据えた上での、うん、さらにその、えー、ザックからフィルターを出して、うん、で何だったらばどのシャッタースピードがいいかわからないから試し撮りなんかしたりして場合によっては ND フィルターがこうレンズに噛んじゃって。 あるいはポロっと落としたり <laughs> <ー>い,ろいろんな <laughs>、うん、儀式を経てこういう写真が撮れたわけですよ。すよね、ところがとりあえず三脚さえあればあのこれ30秒の録音ですけどね、うん、あの三脚に据え,てしない据えてさえしまえばあとはもうその、えー、な切り替え一発でライブエネルギーに入れるでしょう、うん、であらかじめ ND64 の設定をしといてそこにパッと切り替えていけば、うん、最長スピードで撮れるわけじゃないですか。さっ、うんうん、と,、ね、と撮れる だからなんかね、躊躇がないんですよ今まではそうですよね、あ使うかなちょっと面倒いかなっていう気持ちが生まれると今行くとちょっと時間も足りないかなとかね俺は本当は先の方を撮らなきゃいけないからまあいいやみたいな言い訳しながら言い訳ですよ結構言い訳してるでも言い訳が聞かなくなってるのだって瞬間で撮れるんだもんなんだったらばこの一枚だけ撮るんであればそうですね、三脚据えてカメラ乗っけて切り替えてまこれ三十分旅行でしょ がまあせいぜい一枚取るのにまあ二分あれば取れるわけですよ。すっちゃっちゃね。うん、いろんなことをやって二分あってで終わったってあの首にかけて移動するって二三分で一枚取れるんですね。でも今までは二三分ではその自分の思った通りのその渦巻き模様のね、カットを重ねてフィルターがいいのかわからないから結構その調整してやってたわけだけど、それがねもう簡単に取れ。これ取れたら嬉しい。嬉しいですよね。取ってよかったってなりますよ。 だからねこういうのももうとりあえず取っておこうの世界になっちゃったというかね逆にとりあえず取っておこうができるっていうことは取り逃しがないってことですよね。何でも取っていけるっていう感じかなパッと向き合って。じゃあ次はですね軽快なフットワークでシャッターチャンスを逃さないこれも大事だと思うんだけど大事ですね。どうういこことれ北海道のので月 中旬旬かから下旬にかけて、えーえー、ちょっとね出張する機会があって、えー、でその時にちょっとねれだあのこれねあの墨絵のような世界じゃないですかでまさにこれ墨が巻いてあってっ墨が融雪剤の役割してるんですよああそうなんだ、うん、ですかこれね雪を溶かすためにこういう前でこビルに乗っそうなんですかあっそうなんですかそうそうかっけえなそう,そう昔はね 手巻きしてたらしい。うんうん、だからこういう模様ができなかったです。うん、むしろこういうなんていうの一つ一つのこういう模様ができてたんだけど、今はスノーモービルでこうまあ、走っているのでこういうラインができるで。そういうことされてるんですか。そう,そうなんです。でこれねその車で案内してもらっているときに自分がまとめてもらって。 で、さっと取って、さっと、また乗って、うん、次のところに行くってことをやってたんですね。うん、で、えー、だから、あのー、やっぱり、短時間であちこちこう案内してくれる、うん、っていうことだったんで。うん、とにかく、その場で、さっと降りて、ね、さっと取るってことやってたんですね。ねでね、これちょっと、この写真だけ、面白いことがあって、気づいてるかな。うん、もちろん。ね、ここに、あの、飛行機が。たまたま飛んできてんです、ね、偶然です。降りたら、飛んできてて。うん、あ、じゃあ、これ木、きど、きと重ねようと思って、きと重なる位置に。 さっと動いてでも飛行機スーっと動いてるからだからもう動きながら撮ってるわけですよ。でもあのそのおかげでねこういう感じめっちゃなんかこれちゃんと見てる人はもうねあ何々の飛行機だと思ってますね。何々の飛行機です。赤いやつです。すごいこの尾羽車すごいですね。そうそうそうすごいですよ。もうねバッチリ撮れてる。ででこのねそのさっきのその巻いてる時。おおかっけえ。そうこういう感じなんですよ。かっこえ。 そうですね。うん、あのこの写真はねちょうど手前から奥の方にスっとあの曲がってくれて、でこの時にね風が吹いてないとダメらしいあ風が吹いてると,ふ,と,ふ,と、ね、ふーっと曲ってくれるから<ー>その炭がね広い範囲に負けるんだ。なるほど確かにきれいふわっとね、うん、無風の時はあのこんな風にこう広がらないのでい結構効率が悪いらしいんですね。<ー>だけどこの時はちょうど少し 風が吹いてくれたおかげで、そういい感じにこうね、ずっと流れてくれ。いや、美しい。これは先生の話で人入ってしょってもいいですね。ね、ねっていうのも変だな。でもね、これもやっぱりその走ってきたのを察知して、あ、この辺に行ったらいいなあっていうことでフットワークを使って動いてる。そう、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 すごい早いんですよ。だからね、これも。あの、なて言うんだろうな、自分がフリーで動ける状態であるということ。これはとても大事な撮影でした。あ、間違いない。 でまあ、少し続きますけど<ー>、えーまあ、結構ねその特徴的な模様が見えるてあの畑の畝を取るときに、うん、あの自分がどこにいるかでラインの見え方が全然違うじゃないですか、うん、でこれも同じなんですよね。ね右にいるか今この位置にいるか左にいるかでかそのラインの面白さが全然違うから、うん、右行ったり左行ったりしてこう探して取るわけですね。 面白いいちょっと木製みたなでもね私自身も次へ行きたいからとにかくどん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 次へ行くってことやってましたけどねうわこういうねなんて言うんでしょうねデザイン的な切り取りこういうものをね探すのもやっぱりフットワークを生かさないとちょっとした時間にんか先生の気持ちが伝わってくる感いなんですよ実はね2時間くらいしかなかったんで指す時間が。 その短い時間の中でたくさん撮らせてもらったんだけどこれ手前のは板取りっていう木なんですけどねその板取り越しに向こうにそのラインが入っててんかとても面白い風景になってくれましたね。どこを切だかの軽快なフットワークも生かせるっていう意味ではやっぱり OM システムの手持ちができることとかね小さくて軽くて動きやすいとかねそういうことはとても大事だなと思いますね。 はい。で、まあここです。風景写真家としてはやっぱここも大事。本当にもう、うん、もシステムならですね。そう、やっぱりね、雨とか吹雪って撮影自身は大変なんですよ。 やっぱり雨に濡れるし吹雪吹雪っても基本寒いじゃない。寒いしなだかい人間さえ頑張ればカメラはそこ平気でいてくれるからすごい。ありがたいですよね。だからカメラが頑張ってくれるなら人間も少しは頑張ろうみたいな気持ちになるうでうよねそして撮れるんですけどこれ横手山ですね。今年の 月月かかだったかな,なんという景色、うん、ものすごい吹雪<ー>吹雪っていうか、ね、風が強かったんですよ<ー>で風が強いことでこう、えー、雪煙が舞うっていう状態、ね<ー>うん、だからこの雪煙が舞うとやっぱり細かい雪粒が顔にバチバチ,バチ当たるわけです痛い, <laughs> 痛い目にも入ってくる、うんね、でもそれ,るそれ,それさえ頑張ればもうカメラは屁でもないわけだからこういう写真が撮れるんですねもう待ってる感じがかっこいいで、うん、そう。 例えばこれ「雷滝」っていう滝があって前の県の高山村っていうところにあるんですけどねこれね恨みの滝っていって裏から滝を見ることができる滝なのだから滝の内側に入っていけるんですそこで撮ってるんだけどこれ夕方の光が入ってきてこういうねものすごくきれいな 場面になってくれたんだけど、うん、ただねこれそのオーバーハングした岩の内側にいるってどういうことかっていうと、うん、上から雫がボタボタ落ちてくる確かにうわっちょっとなんかもう何、ね、ならびしょ濡れ、うん、これはね本当にびしょ濡れでこの位置はね一番その光を取るのにいい位置なんだけどびしょ濡れになる位置なんですよ一番濡れるんだ一番濡れるもう一番濡れてだから終わった後は全員びしょ濡れここ <laughs> むしろ傘をさしてると 他の隣の人に邪魔だし、うん、傘もさせないあんまり奥行きもないのでね、うん、だからこれはもう何て言うんですかね、えー、もう濡れるがままに撮る、はあ、でもこれが撮れるんだったら、ね、そうこれが撮れるんだったらいいじゃないですかだから簡単にどれくらい濡れちゃうかっていうと、うん、ういもうレンズにこのくらい光がこう、うん、雨粒がつくくらい、うんね、もうこれくらい濡れちゃうんだけどまあこれも写真としては慣れ立つから撮んだけど このくらいも平気で濡れちゃうわけ。あ、一瞬にして濡れるわけ。だからもう拭き拭き取るわけですよ。少しふいては取る。ふいては取る。拭いては取る。本当にそうそういう感じなんだけど。だけどあのこういう時でもね、ちゃんと取れる。で、あとでもトラブルも起きない。素晴らしい。そこが素晴らしい。そこが安心のね。システムすごいよ。あ、綺麗これはどういうこと？雨の中でも普通に取れます。で、これなんでこんな緑色をしてるかというと、これあの下にね。 ものがあるんですよの、うん、でその物色がこう、えー、てて上に出てきていてね見えてるんだけどでそこに雨粒がどーっと落ちてて,ていこう跳ねてる感じとかあのあ<ー>そういうのを撮っが聞こえてきそうですけ、ね、どそうそうそう結構な土砂降りの時に撮ってるんですけどね。だからこういう時でも,もう全然平気。平気すごい平気

うん、うまいかどうかは別にして私のの何も知らんのかしら OM <laughs> システムならマクロの世界が短いになんだ。る、ね、これどういうことかっていうと、はいまあ、この写真見ていただくとマクロレンズで撮ったかのようじゃないですか、はい、でもちょっと右のところ見ていただくと、はい、これ1 2 0なんですねあほんまやうん あほんまやんです撮れるんだねこ,<れ>こういう風に、ね、なんかね60ミリとかで撮ったように見えるけれども今感じそうと思ってましためっちゃ綺麗じゃないですかえ真似したいすごい、うん、あの200ミリ側にして最短撮影距離に持ってくれば、うん、この写真がパッと撮れちゃうあら大変みんな聞いたでね実はこういう写真をね撮りつつうん、うん これ同じ木ですよ。うん、あのう、かん桜、あの早めに咲くさくなんだけど。で、こういうものを撮りつつ、広い、あのアングルにしつつ。あ、この花可愛いなと思ったら、うん、あの接近して、2 0百ミリで接近すれば。こういうふうなマクロの切り取りもできちゃうの。うすっていう良さ。うん、本当すごいですよ。あのなんていうんですかね、えー。広い世界から、完全マクロとは言わない、一対一ではないけれど。うんうん、あのどんなレンズでも、相当な接近が効くので。 だからその純マクロというかねマクロのような世界観を撮ることができちゃう,う。で次4枚お見せしますけどえっとこれ全部同じ時に撮ったこれも全部1200で撮った全部1200です。あの身近なね桜だけじゃなくていろんな花とかあるいは葉っぱ紅葉の葉っぱとかもねこういう距離感で撮れるわけです。だから、あのー まあこれ1200に限らないんだけどあの他のレンズであってもその最短撮影距離っていうものを常に意識していればこういう写真が撮れます。うん、すでちょっとここでねあのやっぱり OM1 だなと思ったのはこの写真ちょっと見ていただきたいんですけど、はい、これピントここに持ってきてるんですよこんな画面内にピントを合わせてるんです、うん、AF で。すご、うん、あのここにもうビシッとこうき、ね、てるのがやっぱり OM1、ね、今。 あの画面全体でピント合わせできるじゃないですか。しかもその測点小さくできるし。そのことで実はこの写真ね、そのポイントをこんなに画面の下に持ってきても。すごいですね。成立するんだな。結構ね、風が吹いたりすれば、枝に行っちゃったりとかね。そうそう難しいけど。結構ね、難しいんだけど。でも、この写真を撮りながら、応援ボンってすごいんだと。実は思ったんですよ。端まで行けます。そう、端まで行っちゃう。全然平気。素晴らしい。 でこれはねいいあのちょっと前の写真なんですけど、えー、ちょっと広めに撮った写真だと思っていただいていい持っていただいてというか広めに撮った写真なんだけど、うん、そこからちょっと2本のレンズで、えー、とちょっとクローズアップした写真があるんで見てやだこうと思うんですけどこういう世界を、えー、例えば左だったらばそうなんだ右だったら40150で撮れるんですね。 いだからあの本当に OM システムのレンズのいいところは近接撮影に強いいっていうことい、ね、だから円形写真からもうそのま寄りまで何<ー>かこうシームレスに撮れるっていう,うんそんな感じがあるんであの大きい風景も好きマクロも好きっていう人にとってはんあのなんて言うんだろうなこれこそあの。 あなたのお望みのシステムですっていう、そんな感じ。そんな感じ。震えちゃう。本当そんな、でも本当そんな感じですよ。だから自分は本当にマクロも好きだし、大きな風景も撮るのも好きだから。例えば一二百持ってさえすれば、何でも撮れちゃうねって感じなんです。やばー、もう、うん、撮りに行こう。すごい。そして、これ。これはね、まあ、これはもうマクロレンズ六十ミリを使って撮ったんだけど。うん、ちょっとはな名前わかりません。わかんないんだけど。えっ、ー、とね。 うちの家内が、あの。おうちじゃん。<laughs> そう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 、うちの玄関に、あの、こういうのを買ってきたのを置いてくれてたんですよ。れってあれ、これ、あ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 れ、うちにもある気がする。本当に。うん、うん。そういうね、で、この、この、こ、こっちだったかな。うん、この花を取ったんですよ。そのまま、こう、しゃがみ込んで。え、これなの。うん、これなの。もうね、あの、嘘偽りなく。このまま。この辺の右側に、このにしゃがみ込んで。うん、この辺にしゃがみ込んで。マクロレンズで、こう、接近して。 撮影したもの。ただこれちょっと、えっと、一工夫してあって、はい、えとハイライトシャドーコントロールーこれを使ってて,て、えー、要はねあの S 字のラインを強く作って<ー>コントラストを、ね、あの思いっきりこう<ー>、えー、強めにかけて<ー>、えー、ちょっとそのしびだけにこう光が当たってる部分をちょっと強く出すようなねそんなイメージで撮ったのがこれです。ね。ね。ね。光がたいいですよ、ね、えー、あれなの、うん 真似してみよう。ね、や,ってやってみてぜひ。<laughs> うん、う綺麗だな、これ、えー。これ、これもね。あのー、種明かしをすると。えあの人。こうここ。こちらの、この前ボケがこれで。れ分かりにくいかもしれないけど、後ろの方にこの線があるじゃない。ですかいるいる、わかるわかる。こ、うん、の方が意外と綺麗なんですよ、ね。<laughs> そう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 。それにピント合わせて撮ってるんですね。<え>だから前ボケが。こ,この、なんか、この観葉植物の、この光のボケ。です。<ー>で、これも。 あのハイライトシャドウコントロールを使ってその奥の暗がりにあるその光だけがこうふーうと浮かび上がるようにして撮ってるいでこれはマクロの距離感じゃないんだけど、うん、マクロレンズを持ってることで。 あのその場で自由にこう距離を取れるじゃないですか。そうですね。ふうふうと。うん、ええー、それができるので、実はマクロレンズってとっても良くて、<ー>うん、あのその現場におけるなんか自分の立ち位置を自由自在に決められるっていう良さあるのでいや、面白いこれ。これはね、とってもあのいいレンズだなと思って<れ>、えー、普段使れもいいと思うような美しい、うん。で、ちなみにですね、<ー>ああもう終わりに近づいてきてますけど。はい 今回使ったレンズの主だったものだけちょっと簡単にご紹介しますね。もちろんボディの多くは使いましで私の撮影のね大体中心はこれですね。でるの。で下の。でえっと今回その最後の方でマグロレンズこれはもうちょっと必須のレンズだったりします。でそれ以外に超広角の74とかね825っていうのを使いましたけどそんな感じで今回の講座の写真を大体撮りましたと。 いい最後におさらいなんですけど、はいまあ、見ていただいてお分かりになったかと思うんですが OM システムだからこうアプローチできるアングルがあるうんもうこれ持ってるから無理やりな姿勢を取,取れるんですよだから<ー>そういうカメラを持っているからいい こんな風景が撮れるんじゃないかっていうアイデアが生まれるんですね。ねあ、できるって。うん、だから無理じゃないかね。そう、これ持ってるから気づける風景が絶対出てくるんです、うんうん。で、さっきも言ったけど、そのシャッターチャンスに強いので、うん、OM システムだから逃さずに撮れる風景っていうのは絶対あるんです、うん。いいと思った瞬間にね。うん、で、最後ね、どんな環境下でも OM システムなら撮れる。雪にまみれようが、ね、てるなようがそんな感じですね。はい。だからね、この辺りちょっとね、あの何て言うんだろうな、あの。 意識していただけると、おそらく皆さんの写真表現もね、まあ今までのものとおそらく一歩違う、一味違う写真がね撮れるようになるんじゃないかな、あるいは見つけられるようになるんじゃないかなとあの思います。私自身がずっとそういうことを経験してきたから、実体験なの。いや本当にね今日のお話からすると本当にそうですね。そうつわりなくそういう世界を楽しんでもらえるんじゃないかと信じてます。いやかっこいい。ガタガタガタ今日。 はいえっ、ー、とねそんなわけでこれであの本日のお話をすべて終了しましたので、えー、終わりたいかなと思います、えー、ぜひですねあの O.M. システムで風景写真の世界をお楽しみくださいということで <laughs>、えー、私のお話を終わりたいと思いますありがとうございます、はい、もう私はもうもう何も言えねえすごい <laughs> 素晴らしかったですね <laughs> い,すいやもっとお話ね聞いていただいと思えた方がねたくさんいると思いますいや今後の先生のね作品やこういった 講座ねぜひ今後も楽しみにされていてください、えー、それではここまでご覧いただいた皆様ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございますそして萩原先生ありがとうございましたはいありがとうございましたお疲れ様でしたお疲れ様でしたそれでは皆様おまたお会いしましょうバイバイ